どうした？ちょっと聞いてもいいかな。なんだ？私たちは仲間なんだ。遠慮せずに何でも言ってくれ。うん。ブラックロータスはそのキリト君と同じ技を使えるんだよね。その話か。そうだな。名称は確かに同じものがあるが、技自体は別物だぞ。それってどういうことなのかな？わからない。こちらの時代と私たちの時代が同じ時間流に存在しているのか、それともパラレルワールドなのか、それすらわかっていないからな。仮に同じ時間流だった場合には、開発運営に同一人物がいる。もしくは機関プログラムが同じで、過去の仮想世界のデータを細かい部分で再活用したな。そっか。それが聞きたかったのか。アスナはもしやキリトと同じ技を得得したいと思っているのか。どうしてそれは。いや、なんとなく。あれほどの強さを持ったプレイヤーをパートナーに持つと、アスナほどの実力があるものだと知っても彼に追いつきたいという焦燥感が芽生えるのではと思ってな。あははは、黒雪さんさすがだね。年下とは思えないよ。本人には悟られずに少しでも近づくには私が適任だった。それも正解。私そんなに単純かな。そんなことはないさ。ただ私も同様の思いに締め付けられることがある。黒雪さん。ただアスナ、キリトや私の技を真似るよりも別の道を探した方がいい。え？どうして？同じ名称の技を使えるからといって同じように強くなれるというわけではないからな。アスナが欲しているのはそんな形だけの強さではないだろ。それにただ苛烈に戦うだけが強さではないさ。でも回復や支援だけじゃなく、戦うことに関しても私はもっともっとキリト君に近づきたいの。ふむ、そうか。なるほど。では剣術の技法ではなく。え？うむ、論より証拠だ。アスナ、模擬試合をしてもいいか？うん。技の伝授に集中しすぎたか。いや、これはアスナの実力だな。ううん、黒雪さんが親身になって教えてくれたおかげだよ。ということは何かひらめいたのか。うん、ありがとう黒雪さん。新しい技を編み出せたよ。
よかったな、アスナ。これでキリト君と肩を並べて戦えそうだよ。アスナ、それは違うと思うぞ。え？キリトはきっとアスナのことを最初から肩を並べて戦える相手だと信じている。アスナが自分を卑下していたらそれこそ失礼というものだ。あ、だからアスナはもっと自信を持てばいい。今の技もキリトに追いつくためではなく。黒雪さん、ありがとう。本当に年下に思えないな。そうか。え、あ、そういう意味じゃなくて、落ち着いてるっていうか、大人びて頼りがいがあるっていうか。やはり年相応ではないということではないか。アスナ頼む。私に年下の振る舞いとやらを教えてくれ。